もこんにちは、T1 スタイルズです。うい、妹のキノコっす。今回乗っていく戦車は、フランスのティア8プレミアムミディアムタンク、見える。色違いのブーラスクっすね。可愛いクマちゃんが乗ったブーラスクです。マップは修道院、南スタート。今回も妹との招待連携をしていきたいところですね。うい、自分は中央に行くっす。キノコの行く中央ってのはちょびっと西寄りだろ。そうっすね。じゃあ自分は修道院の中に向かうであろう。敵から通行量徴収していこっかな。序盤から修道院の中っかは目指したい気持ちもあるんすけどね。ちょっと序盤でリスクある動きはしたくねえんで。そこは私譲りだよね。私も序盤でのリスクは回避しがちだし。ブーラスクみたいな車両はやっぱ、最後まで生き残ってこそ試合に影響与えられますしね。偵察は試合後半ほどや厄介だからね。さて、誰が来ますかねー。こっちも誰が来るんすかねー。誰もいないのか。じゃあ敵駆逐戦車の定番ポジションにご挨拶だけしておきますかね。お、読み的中、バッチリ貫通してるじゃん。ナイスっすねにー。こっちなんて誰も来ませんし、むしろ味方が前詰めていっちゃいましたし。キノコも前出る感じ。味方くんたちが無事そうなら行きやす。おう、石橋叩きながら渡ってくだせー。さて自分はもう一回決め打ちしてみるかなー。なんか SU130 くん、もう一回そこの茂み使ってくる気がするんだよなー。あら、敵のロレイヌくん、そんな隅っこに入ってたんか。珍しい立ち回りだこと。てかティガーツバイくんも同じとこかよ。これはこれは珍しい。お、なんかめっちゃ減ってるじゃん SU くん。オフ、バレるような発砲しちゃうから、痛い目見ましたな。キノコの方はどんな感じ？ LTTB 君が無茶して死んじゃったんすけど、まあ次の争点で女王様を倒せるって感じっすね。お、いい感じだね。ってなると問題はそこにいるロレイヌとティガーツバイの処理の仕方か。まだ敵軽戦車と中戦車に量が見えてないからな。あんまり無理はしたくないところだけど。うい、処理完了っす。ナイスナイス。キノコそれ、他の敵から撃たれたりしたか？いや自分が撃たれたのはさっきの女王様だけっすね。他の方向からも弾が飛んでくるってことはなかったっすよ。じゃ前詰めていくか。でここが問題よな。ロレイヌとティガーツバイっていう、一筋縄では倒せなさそうな火力の車両がここに来たりしてこもっちゃって、どう処理したものか。全然強くなさそうなポジションだから放置してもいいっちゃいいんだけど。にぃ、敵のプロジェクトくん魂抜けてるっす。魂が抜けてるのか。じゃ魂が体に定着する前に処理しないと。この戦場の中に錬金術師さんはいませんかー。やめろやめろ。敵の魂は定着してない方がありがたいんだから。てか魂の定着は禁忌だっての。とっふ、それもう一回発見できるかなー。いや決め打ち入れてみっか。再装填終わったら行ってみっか。に決め打ちしてくれた味方くんがいたのか。ナイスナイス。じゃここはティガーツバイくんたちの強制スポット距離になっちゃうから一歩下がりましてっと。自分と前詰めてみますか。だね。残る見えてない敵は自走砲と敵のミニエルクだけだし、早めにこのエリアを潜入しておきましょう。じゃ先行します。あ、敵のロレイヌ逃げようとしてるっす。成敗だー。成敗成敗。よし、痛い。ロレイヌくんもまたローダー戦車でしたね。意外ときつかったっす。忘れてたんかいな。敵にブーラスクないで行って、ミニエルクくらいしか警戒してませんでした。ロレイヌは火力だけならブーラスク以上なんだし、むしろ天敵になり得るんだから気をつけないと。でしたね。体力ないんで自走砲探してくるっす。ティガーはお任せしやした。任せましたってこいつ重戦車だぞい。資金戦でやり合うの厳しいような。いやんなことねえな。どこ向いてるんだこの子。あら、燃えちゃったねー。これはもう一回喧嘩売る手間が省けた。ナイス、自走砲見つけたんでやっておきます。おう、あ、敵のミニエルク自陣まで来てるし、どんなルート選びで攻めてきてるんだあの子。67ラインを南下していったんすかね。それとも一番東の川沿いの途中から67ラインに流れてきたのか。修道院がラーキになったからって甘いルートを通ってきていらっしゃること、敵の好き勝手にはさせないぞ。任せました。自分は西側の裏取りしてくるっす。おうよ、だが小せえなあ。ほんと当てにくいぜこの飛行程度じゃ。どこ行く気だよミニエルクくん。どっちにしろキノコも北側から西側を取りに行ってくれてるしな。こっちも西側詰めていってみっか。まあ東側はうまく抑え込めていられるだろう多分。あ、まずいっすね。これ西側耐えきれねえんじゃないか。自分も体力使い切ってるんできついっすね。引き込み戦持ち込むにしても、敵のミニエルクだけでも倒しておかないと、数と視界とで押し切られそうっすし、せめて敵の命だけでも奪っておかないとか。だが北側に逃げたかこれ。
それならここを通る重戦車に1、2発入れて撤退するか、深追いは禁物だろうし。こっちも角町で2連射して撤退したいんすけどねー。出てきてくれねーすかねー、やっぱ。あ、やばい、センチュリオンくんがやられちゃったっす。そうなると話は変わってくるなー。逃げねーとっすね。これこれ、どこに行こうというのか、ゲスコダくん。追いかけずに下がっておくか。あ、そう、判断ミスった。スコダじゃなくてもうちょっと待っておけばよかったぜ。君たちもその体力でなんかしてくるんかい。で、このエルクも考えなおい。もう一発残ってたかもって考えないのかよ。ここで強く出てくるとか感が良すぎないか。むしろ何も考えてなくて突っ込んできてるのかも。確かにさっきの甘そうな裏取りの仕方、好戦的な戦車乗りさんなのかなってのが見受けられるけど。てか逃げないのかよ。なんだなんだ、本当に好戦的なだけだったのかおい。予想が外れたなぁ。ターン制で言うならさっきの装填時間中は敵も警戒して詰めてこないで、安全に装填できるターンだと思ったんだけどなぁ。確かに、思わぬ好戦的な相手に、一定ダメージもらっちゃいましたね。玉砕覚悟で体力削ってくるとは。これでこっちも大胆に接近した2連射狙いの立ち回りができなくなっちゃったな。敵を引き込みながら戦わないと。それなら修道院の狙撃位置入っておきますね。よろしく。敵はどっち攻めてくると思う？普通に考えるなら陣地防衛と自分の討伐も兼ねて、北回りしてきそうっすけどね。南にゴリ押すには不利な配置だしね。じゃあ自分も北側周りで網張っておこうかな。じゃあ自分も北を見ておくっす。南の防衛なら SU-130 やスコルピオン G がいてくれてるし、何かあればキノコも、すぐに南の対応ができるしな。とりあえず敵陣付近には敵がいねえっすね。それじゃあ北東側に陣取っておくか。何かあれば引き込んで、クロス組んで攻撃しましょう。機動力的にはないとは思うけど、もし敵が乗り込んできてたら、私のことは見捨ててくだせー。じゃ南を見ておきますねー。それは白状な。せめて私のスポットで撃てるだけ撃ってから引いてくれ。トッフ。いないっぽいな。これなら陣地踏んじまうか。味方が警戒しろって言ってる B の3番の茂み、確かにあそこに敵がいる気がするんだけど、現状あの位置から隠蔽ゴリゴリに上げたミエルを発見できる敵戦車はいないだろうし、決め撃ちしてきたら発見できそうだし、突っ込んできたとしても先に見つけられるだろうしね。お、占領で敵を釣るっていうなら、自分が敵を狙撃できるようにしておかなきゃっすね。これに合わせて味方たちも展開し始めたね。これならどっちに転んでも、短期決着ができそうだ。やっぱり試合は待ち伏せするより、動かしていかなきゃっすもんね。占領終わっちまうぜー。負けたくないならとっとと出てきてくださいなー。あ、G3 2位のやつ、南側に向かってたか。あの位置もしかして、2位の最終履歴の場所を警戒していたんじゃねえすかねー。あー確かにね、私が引いて北側に転換するって考えていなかったってんなら、確かにあの位置で待ち伏せるっていうのが、見える相手には有効な手かもしれないしね。お、敵の SU-130、一方的に発見っすね。15メータールールになってんなら、ここは撃ってもバレないな。アシストが入ってねえっすよ。弾かれるとは思わんだ。体力きちいですし占領で終わらせましょう。実は自分、陣地占領しなきゃいけないミッション抱えてたんすよねー。それならたまには陣地占領だね。血の気の多かった敵さんたちに対して、戦闘ではなく占領で試合を終わらせるって決め方、なんだか面白いしね。これは大胆な転換での読み勝ちって感じっすね。押してダメなら引いてみろって感じ、悪くなかったねー。
のこ、きのこ、たっぷりきのこ。よければ2位の D1 スタイルズのチャンネル登録、感想などのコメント、高評価のポチをお待ちしております。また、妹の自分のチャンネルでも、ワールドオブタンクスの動画を投稿しているので、ぜひ遊びに来てください。以上、D1 スタイルズの妹、マッシュルームでした。